皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブ2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回も中型アップデート能力変更まとめやっていきたいと思います。今回は銀の選手を紹介していきます。銅から銀に昇格した2名の選手の能力比較だとか、他にも強化の入った選手の能力比較、あとはまあ細かな変更ですね、スキルの追加や根案の変更、ポジションの変更など、そちらをまとめていきたいと思います。まあ今回能力は10人弱ぐらい、まあ細かな変更はかなり多かったので、そちらを中心に紹介していきたいと思います。この動画が中型アップデート能力変更まとめ最後ということで、紹介していきます。過去の動画でも金や黒の選手をまとめているので、そちらもぜひよろしくお願いします。概要欄に URL 貼っております。ということで早速やっていきましょう。はい、まずは金の変更点ということで、まだあったみたいなので、そちらをね、まとめて紹介していきます。今回の情報は PESDB より、抜粋しています。まずはインテルのハキミですね。こちらの選手は右サイドハーフの適性が濃い適性に変更が入ってます。それからベンフィカのラファシルバ、こちらは登録が変わってますね。左から右ウィングに変わってます。あとはエバートンのディーニュー、サイドバックの選手ですが、 CMF の適性が薄い適性、こちらが追加になっているのと、あとはバレンシアのガヤですね。こちらの選手はスキルにキャプテンシー、こちらが追加になっています。 PSG のクルザワはセンターバックの適性なかったんですけど薄い適性、あとはゼニットのロブレンですね、こちらスキルにマンマークとキャプテンシー、こちらが追加になったようです。はい、ということで金の選手はこれくらいですかね。はい、ここからは能力の変更があった銀の選手を見ていきたいと思います。まずはアーセナルプサヨコサカですね。総合値1上がり92です。まあ、こちらの選手強化入っていて、まあ、足元なんかの軒並み強化は嬉しいですし、グランダーパス3上がりなど嬉しい強化も入っていて、スタミナも2上がってます。まあ、下がったところもありますが、まあ、どちらかというと強化と見て良さそうですね。 CMF の薄い適性、こちらが濃い適性に変更が入ってます。続いてミランのレアオンですね。こちらの選手総合値90と1上がりになっています。能力でいうとこちらも足元系が上昇ということで、ボールコントロールが90に達しますし、あとはグランダーパス、スタミナ、ボールダッシュなんかが上がってます。まあ、下がったのはスピードだけということで、こちらも強化と見て良さそうですね。はい、続いては投票 FP でかなり話題になったカマビンガー、こちらの選手なんですけど、能力はご覧のような感じで、まあ、総合値変わらず92のままで、足元がオールアップということで、ボルコンが2上がりやボールキープ2上がり、ドリブルも1上がりということで、上がった項目は3つなんですけど、まあ、こちらも強化と見て良さそうですね。今回スキルはシザーズとアクロバティックシュート、まあ、そこまでですが、こちらの2つが追加になってます。はい、続いてモイーズキンですね。こちらの選手も総合値1上がり90となります。まあ、こちらも下がった項目ないということで、足元は全て上がってますし、特にドリブルが4上がりになっていて、パスも両方1上がり、瞬発が1上がって90に達しますし、あとはボディコンやフィジカルなども上がってます。そして根案ですね、4から5ということでプラス1になっています。まあ、こちらの選手も下がった項目ないということで、こちらも強化入ってますし、根案1上がり、これは嬉しいところです。続いてローマンのイバネス、こちらの選手めちゃくちゃ強化されてますね。今週クラブセレクションでも出てきてますが、まずは総合値3上がり89になります。まあ、プレースキックがマイナス1なんですけど、まあ、ディフェンスセンスがプラス5だったりとか90に達しますし、後の項目も1から3上がりとかなり強化されてますよね。なんか FP の比較みたいになってるな。トップ強化がディフェンスセンスみたいになってますが、こちらもかなり強化入ってるということで、今回の中型アップデートで一番能力が上がった選手と見てもいいんじゃないかぐらい上がってるので、こちらはね、今後の FP 化、まあ、クラブセレクションも今回来てますが、かなり注目になってきそうです。今回スキルの追加もありまして、アクロバティッククリア、闘争心が追加ということで、まあ、前回のアップデートでマンマークインターセプトが追加されたので、こちら2回連続でスキルの追加なんかも入ってます。はい、続いてペドリですね。こちらの選手バルセロナの選手は、今回総合値4上がりで銀昇格77となります。レベマは92ですね。まあ、下がった項目で言うといくつかあるんですけど、マイナス1ということで、まあ、ほとんど誤差レベルなので、まあ、そこまで問題ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、上がった項目かなり上昇していて、プレースキックカーブは4上がり、スタミナ5上がりに、足元は軒並み強化で3、4上がり、パスも両方1上がりで90に達するということで、まあ、こちらは強化と見ていいんじゃないかなと思います。まあ、今後 FP 化なんかもね、楽しみな選手の一人ですね。今回スキルなども変更いろいろあるんですけど、まずはポジション OMF の薄い適性が濃い適性、こちらに変更になっていて、登録が OMF に変わってますね。プレイスタイルがインサイドレシーバーからチャンスメーカー、身長が177センチから174センチとマイナス3になってますね。あとはスキル軸裏ターンとシャペウの追加ということで、変更がかなり入っている選手の一人です。
今回の動画能力最後の紹介はこちらバンフォードですね。こちらの選手も総合値4上がりで77金昇格になっています。能力でいうとレベマにすると2上がりの86ですね。まあ、こちらも下がった項目ジャンプやボールダッシュが大きく下がっているんですが、まあ、他の項目がかなり上昇していて、特にこちらも足元系が評価入っていて、まあ、ボルコイン4上がり、ドリブル3上がり、ボールキープは6上がり、パスも両方上がり、スピード瞬発もアップ、キック力も4上がりということで、まあ、こちらもどちらかというと強化と見ていいんじゃないかなと思います。まあ、FP 化確か1回ぐらい来たと思うんですけど、今後の FP 化、まあ、結構今シーズンは手に戻っている印象なので、まあ、今後の活躍また FP 化もね注目ですね。はい、ここからは細かな変更が入った選手を見ていきたいと思います。まあ、有名な選手を中心に見ていきたいと思うんですけど、まずはジョアン・マリオ。こちらの選手はスキルにマリーシア、こちらが追加になっています。どっちでも大丈夫ですね。続いてポルト・オタビオですね。こちらはスキルのワンタッチパスとシャペーの追加ということで、ワンパの追加は大きいですね。それからムニル、こちらは登録が CF から左ウィングに変わっています。そしてリオンのマックスウェル・コルネ、こちらの選手コアンが4から5ということでプラス1、あとはスキル足元系が追加ということで、エッジターンやジクーラターン、マリーシアの追加になっています。まあ、そこまでですかね。続いてインテル、ガリアルディーニ。こちらはプレイスタイル、ハードプレスからボックス・トゥ・ボックス、あとはスキルにヘッダーの追加ということで、まあ、なかなかいい変更だったんじゃないかなとは思います。それからエバートンのマイケル・キーン、こちらは逆足の頻度ですね、2から3ということで、逆足でもしっかりボールを扱うようになるようです。それからゴールキーパーツートですね。こちらは身長の変化ということで、身長186センチから189センチ、プラス3センチということで、まあゴールキーパーではね、身長の高い方が有利だと思うので、これは良かったですね。それからアヤックスのアントニーですね。こちらの選手、プレイスタイルがインサイドレシーバーからウィングストライカーに変更。左ウィング、適正なかったんですけど、薄い適正が新たに追加と、スキルは足裏コントロールの追加、こちらが追加になったのと、あとはコアンですね。6から5ということで、マイナス1になっています。はい、まだまだあるんですけど、まずはベルガですね。こちらの選手登録が変わりました。 DMF から CMF ということで、まあ、プレースタイルなんかは変わっていません。まあ、そこまで影響はなさそうですね。それからアンドレアス・ペレーラ、身長が変わりましたね。178センチから177センチということでマイナス1になってます。まあ、そこまで大きな変化ではなさそうです。それからミランのカラブリア、守備的サイドバックを持っている選手です。コアンが4から5ということでプラス1、これは嬉しいですね。それからアーセナル、エルネニーですね。こちらは身長プラス1ということで179センチになっています。まあほとんど誤差ですかね。スキルミドルシュートが追加になってますね。はい、それから2メートルの巨体オヌアチュですね。こちらは PK キッカーがついたということで、まあ、そこまで影響なさそうです。それからレバークーゼンのクラブセレクションや、まあ、週刊でも何回か来たタバーニャ、こちらはスキルにワンパが追加になってます。これは大きいですね。それからアヤックスのクラーセン、こちらもスキルキャプテンシーが追加ということで、まあ、どっちでも大丈夫です。それからローマのマジュラル、こちらはスーパーサブの追加ということで、これは嬉しいですね。はい、今後の FP 化も期待です。そしてクラブセレクションなんかでも1回来たエンケティア、アーセナルの選手は身長が縮みましたね。175センチということで、まあ、ここは、まあ、そこまで影響はなさそうですが、身長が高い方がいいとか低い方がいい、まあ、その辺好みが分かれそうです。それからウォルコット、登録が変わりましたね。右ウィングから右サイドハーフ、あとは左のサイドハーフ、適正なかったんですけど薄い適正の追加、コアンが4から5ということでプラス1になってます。はい、今回の動画最後は伊藤純也選手。こちらの選手は CMF の薄い適正、こちらが新たに追加になってます。はい、ということで今回は銀の選手をまとめて紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあ、2名のね昇格選手なんかもいましたし、まあ、能力紹介した選手はかなり強化が入っていました。特にローマのイバネスは今回の中型アップデートの中でも能力が一番上がったんじゃないかなぐらい上がってましたし、あとはペドリやバンフォード昇格組も能力かなり上がっていたので、まあ、今後の FP 化なんかも注目ですね。はい、まあ、今回の中型アップデート、まあ、能力の変更だとか、まあ、コアンの変更、特に身長の変更が多かったかなという印象がありましたね。まあ、おそらく現実の選手をしっかり見て反映したと思うので、まあ、その辺は良かったのかなというところですかね。こちらのチャンネルではこのような能力比較や最新情報などの動画も上げているので、よければチャンネル登録、そして高評価、Twitter のフォローなどぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。